はい、こんにちは、カズボウです。妖怪ウォッチ3、寿司、続きやっていこうと思います。今回はですね、乗っ取られたクラブハウスを取り戻そうというね、次のイベントがあるので、というのが前回までね、ヒーロー VS 黒服みたいなね、感じで、ニューヨーマシティという場所でね、戦いを繰り広げていました。なのでね、そこでね、黒服を退治しまくっていたらね、そのボスがいると。なのでね、このニューヨーマシティのクラブハウスに、何やら、いるという話なので、そちらに行ってみたいと思います。はい、ここですね、クラブハウス。あー、なんか前にいますね。ふふふ、ここから先は立ち入り禁止だぜ。この人たちってば、ほんとどこにでもいるんですね。今度このクラブハウスでライブをやるために、オラたちは今までずっと練習に練習を重ねてきたずら。だからこのクラブハウスはオラたちにとって大事な場所なんずら。あ、この前コマジロウとヨプルシャで会った時、オラにはまだやることがあるずらって言っていたのは、なるほど、ライブの練習のことだったんですね。そんな大事な場所をめちゃくちゃにしようだなんて、おめえたち許せねえずら。はい、コマジロウとかね、仲間入りましたね。まあ、いきなりブラスター使ってもいいですけどね。あら、使いますか。フリー隊長。これね、全ステータス上がったりするんでね。ブラスターいいかな、使わなくても。どうだろう。はい、普通に倒せる感じなんでね、ここでね。もうちょっとデュサピョン上がりますね。オーケー。よし、クロックたちは片付いた。これで中に入れるな。ズラ、このまま突入して一気にクラブハウスを取り戻すズラ。はい、なので行ってみたいと思います。モンゲー、でっけえ音ずら、頭の中がガンガンしちゃうずらよ。おっしゃる通り。おめえら、オラのクラブをめちゃくちゃにするなずら。クラブも友達も大事なもんは全部返してもらうずらよ。はーい。回復できますね。A ランク以上じゃないと入れないみたいですね。はい、回復したので、まあ、先ほど戦闘分ね。なので A ランク開けてみたいと思います。まあ、A ランクで行ける場所とかも結構ありましたよね。おっと、戦闘になっちゃった。こっちから離すのかな。離せた。みんな無事ずらか。助けに来たずらよ。KJ、 よかった、無事だったんだね。モテモテ。まさか僕たちが横取りされちゃうなんて。未存的には、空未存か。早く助けてほしいみたいな。もちろんズラ、今すぐ助けるズラよ。ダダーン、ワン、ツー、スリー、フォー。ダダーン、ダダーン。誰？危ないズラよ。この声はあいつズラ。髪鳴らすゴロ。そう、妖怪ワールドきっての伊達男、髪鳴らすゴロ、ザーン。このクラブは今日からずっとオイラの貸し切り。超絶ドラムソロで痺れさせてやるぜ。何勝手なこと言ってるズラ。このクラブハウスは横取りたちと友達と初めて出会った場所。オラたちにとってはとっても大事な場所なんズラ。それを奪おうとする奴はオラが許さないズラ。はあ、さっきはオイラにビビって逃げた弱虫がえらく強くじゃん。ううコマジロウは弱虫なんかじゃないズラ。オラの自慢の弟ズラ。そんな弟を悪く言う奴は兄ちゃんのオラがぶっ飛ばしてやるズラ。兄ちゃん、おう、美しき兄弟愛ってやつか。しびれるじゃじゃん。だがオイラのドラムほどじゃない。格の違いってやつを見せてやるじゃん。さあ、格の違い、ボスだ。髪鳴らすゴロウでしたっけ。合ってますよね、髪鳴らすゴロウ。よし、行きましょう。なのでまずは必殺技でブリー隊長でね。必殺技ブリー隊長、これで全員のステータスを上げましょう。
でね、ブリー隊長なんかな、ブリー隊長なんかな、発音的にちょっとわかりませんけどね。お、スティックブーメラン。待った。動かしましょうか。とりあえずね、真横に来るみたいなので、お、いいね。とりあえずは、どうすかな、ブラスター、おー、スティックブーメラン。まあ、ずれますけど。ブラスター使っちゃおうか。あげちゃうボン。これ次でいいでしょ。勇ましバスター。勇ましバズーカ。なんかありましたよね。そんなん使いたいんですけど、クリッチーですね。クリッチーは連続で打てるんですけど、そんななんか強いってイメージがないんですよね。でも敵動かないんで、これ勇まし。やっぱブリー隊長の技だったらずっと当たりっぱなしですよね、これね。なので交換できるとき交換しましょう。相手がね、技ばっかり打ってくるんでね、交換する暇がないんですよね。はい、フィニッシュ。まあ、HP があんな感じか。これ交換できるのかな、今。あ、できんのか。そっかそっか、交換できるんだ。できるんだったら。取り付き。取り付き。お払い。これ、個性以外できるんですかね。あ、よかった。こっちの方がいいか。チェーンの方が早いですけどね。まあ、これでもいいです。コスで結構時間かかるんですね。なんだ、自分たちなりにそんなの思うんですけど。はい、しかも OK。お、雷受けてます。これはん？バトルの途中ですが、カミナラスゴローによる超絶ドラムソロをお楽しみください。おお、拍手したいんですけどね。これなんだろう。とりあえずお払いして、まあ、次溜まったらね、勇まし族の、これを、あ、ここにいるからダメなの？もしかして。雷があるのか。次、九段のとこにあるのか。ああ、なるほど、こういう感じね。なのでね、いや、待った。交換しよう。ビッグブーメラ。まあ大丈夫ですよね。いけないところが結構あるって感じですね。とりあえず、九段とジバニャンを交換したいんですけどね。ダメか。交換したばっかりだから。はい、取り付き。雲の位置が動くのかな。お、九段が危ない。とりあえず回復しかいないので、次行ったらちょっと交換でいいか。で、ここはジバニャンに変えて、うすら影スナイパー。なかなか効きますからね、これも。でも、もう結構ダメージ食らしてますね。ドラムソロがね。もうあれは、ドラムの音ゲーどのぐらい上手いんだろうって感じですけどね。フィニッシュ。
いいねからの、さささ打てないのか。打てる打てる。でんでん。雷にこれは大丈夫なのかな。取り付き。とりあえずジバニアここ行こうか。食らっちゃうけどいいのかな。よし、お払い完了。マジバニア危ないので交換。普段も危ないのでハクと交換しましょうか。お、落ちた。あ、もう倒せますけどね。はい、行きましょう。まあ、行ける場所が制限される感じなんでね。はい、とうとう37まで行っちゃいましたね。深い漢方。おいらはドラマ？イケてるドラマ？じゃん。まあ、なんかのモデルでしょうね。みんな、大丈夫ザラ？KJ。 みんな無事みたいでよかっただにね。うんうん、クラブハウスも取り戻せたし、これにて一件落着だね。コマジロ頑張ったズラね。 DJ DJ も頑張るズラよ。兄ちゃんありがとうズラ。オラ頑張るズラよ。だってオラにとって DJ は DJ は生きがいだからよ。コマジロう、うオラの知らないうちに門芸立派になって。ああ、テステス、マイクのテスト中、マイクのテスト中。何？いや、妖怪ワールドの諸君、いい夢見ているかね。私はゴゴゴゴッドファザー、新しい世界を作る男だ。ゴゴゴゴッドファザー、こいつ何言ってるんや。今私はニューヨーマシティ上空を飛ぶ UFO の中から諸君らに呼びかけている。あの UFO 妖怪、 UFO 妖怪が乗ってるの。この UFO の力は素晴らしいぞ。そして実に夢がある。諸君、今の妖怪ワールドはつまらないと思わないかね。おっしゃる通り。つまらない世界などぶち込ましてしまえばいいと思わんかね。おっしゃる通り。そしてこの私が新しい世界を作ってしまえばいいと思わんかね。そうですね、おっしゃる通り。ふふふ、そうだろうそうだろう。ではこれから私の思い通りの世界を作ることにしよう。まずはその手始めとして、この私にふさわしい城からな。妖怪ワールドの諸君、見るがいい。これが、これこそがこのゴゴゴゴッドファーザーにふさわしい新たな城。ゴゴゴゴッドタワーだ。マルダ、次の Wi-Fi だけど。カクリ、これは僕たちにとって特別な案件になりそうだね。ええ、マルダ、あなたの見解を聞かせて。僕の考えが正しければ、キーとなるのはやはりこの男、ゴゴゴゴッドファーザー。彼が UFO の秘密を握っているのね。ああ、必ず奴の秘密を暴いてみせる。じゃあ行こうか、相棒。ええ、行きましょう。次回第10章、夢追う者たち。これはとんでもないことになりそうね。
想、この世界はまさにドリームだ。